アロハー YouTube! ジクラス YouTuber のりょじちゃんです。はい、今日もよろしくお願いします。今日もね、はい、撮っていきますよ。はい、今日はですね、はい、2022年11月の、はい、今回は買取相場情報ですね。はい、はい、昨日に引き続きお送りしていきたいと思います。はい、はい、で昨日が新型 G クラス編ということでしたので、うん、今日はですね、うん、前型 G クラス、はい、W463 の G クラスの買取相場情報、そうですね、お送りしていきたいと思います。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、新型 G クラスはすごい悩まれたということですけれども、はいはいはい、前型 G クラスは割とサクサクいけましたか？うん、そうですね、まあ前型、この方前型の G クラスはですね、まあ比較的相場がもうずっとこう安定してる、うん、ところになるので、まあその新型ほどのこの目まぐるしい動きっていうのは当然ないのでね、うん、まあ、あの新型と思えば当然出しやすいというかね、相場がこう逆にまあ決まってるケースが多いんで、うん、はい、まあ、もちろん幅はあるんですよ。幅はありますし、多少ね先月からこう動きがもちろんあったところも当然あるので、うん、はい、あるんですけれども、まあ、全体的に見ればねそんなに動いてはないので、うん、はい、まあね、どちらかというと、うん、まあ、新型に比べると、うん、まあ、相場動向で、まあ買取売却、うん、を決めるというよりも、うん、まあ、売りたい時というか、あ、もう本当そんな感じだと思いますね。もう売らないといけないタイミングでご相談いただければという、うん、そうですね、まあ、あとね、今日も、年式走行距離別に、うん、お伝えしていくので、うん、結構やっぱ1万キロ変わるとですね、うん、表記がかなり変わるんですよ、うん、価格としてはね数十万円っていうのは全然、うん、出てくる差額がね、差が出てくるところなので、うん、まあどうせね、売却されるんだったら、うん、まあ、その距離が変わる前にですね、うん、売却される方のがいいと思いますし、相場の動き動向っていうよりも、うん、まあ、走行距離、そうですね、注目してというか走行距離注意してというか、うん、まああとね、車のもちろん車両コンディションもね、うん、かなり影響してくるのでね、まあ、そういったところももちろんありますけれども、うん、はい、まあ、今日はですね、前型 G クラスの最新の買取相場ということでお送りしていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、まず G350D から見ていきましょうか。はい、お願いします。はい、年式が2018年式ですね、走行距離が1万キロ台ですと買取価格が1050万円から1150万円はい、で続いて走行距離が2万キロ台ですと買取の方が1000万円から1100万円、はい、で続いて走行距離が3万キロ台になりますと買取の方が940万円から1000万円、はい、で、続いて走行距離4万キロ台になりますと買取の方が890万円から940万円はい、というところ感じですね、うん、はい、今1万キロ台ということでしたけど、はいはい、1万キロ以下、まあ、5000キロとか、うんうん、あ3000キロとか、はいはい、まあ、1000キロ台はなかなか、うん、以下はなかなかないと思うんですけども、はいはいはい、まあ、そういった場合は例外っていうような、そうですね、例外ですね、うん、都度問い合わせいただいてという、うん、そうですそうです、うん、であと今お伝え、あ、今日のこの相場情報ですね、はい、基本的に外装色ポーラーホワイトオブシディアンブラックで、計算しておりますので、まあ、その他の色だったりとか、うん、シートの色も一応これブラックレザー黒革で、計算してますのでね、一番ベターなところ、ベターなところですね、うん、なので、まあ、シートの色が違ったりとか外装の色も白黒以外のカラーですと、まあ、このお伝えしている、ね、金額外のところになるので、うん、まあ、そういった方はまた個別に、ね、お問い合わせいただければと思います。はい、これ最初に言わないといけないやつですね。そうですね、はい、最初にこれ編集で前持ってっておいてくださいね。はい、お願いします。でもしない気がしますけど、はい、では続いて2017年式ですね、はい、見ていきます。まず走行距離が1万キロ台ですと買取の方が1030万円から1080万円、はい、で続いて2万キロ台ですと買取が940万円から1000万円、はい、で続いて3万キロ台になりますと買取が870万円から930万円、はい、
で続いて走行距離4万キロ台になりますと840万円から870万円、はい、で続いて5万キロ台になりますと買い取りの方が820万円から850万円、はい、で続いて、走行距離6万キロ台になりますと買い取りの方が770万円から800万円という感じですね。はい。で続いて2016年式ですね、見ていきます。まず走行距離が1万キロ台になりますと買い取りが940万円から950万円。で続いて2万キロ台になりますと、870万円から920万円。はい。で続いて3万キロ台になりますと、買取の方が850万円から880万円。はい。で続いて4万キロ台になりますと、買取の方が800万円から850万円。はい。で続いて、5万キロ台ですと、買取の方が770万円から820万円。はい。で続いて6万キロ台になりますと、買取が740万円から750万円、で、続いて7万キロ台になりますと、買取の方が710万円から720万円、はい、という感じで G350D は以上となります。はい。で続いて G350 のブルーテックですね。あ、まず年式が2015年式の走行距離が3万キロ以下ですと、買取の方が740万円から800万円。はい。で、続いて走行距離が3万キロから5万キロですね。になりますと、買取の方が720万円から750万円。はい。で、続いて走行距離が5万キロから7万キロの間ですと、買取が670万円から700万円。はい。で、続いて走行距離7万キロから10万キロの間ですと、買取の方が620万円から630万円。はい。で、続いて2014年式ですね。の走行距離が3万キロから5万キロの間ですと、買取が700万円から730万円。はい。で、続いて走行距離が5万キロから7万キロの間ですと、買取が640万円から680万円。で、最後ですね、走行距離7万キロから10万キロの間ですと、買取が590万円から630万円。はい。という感じでございます。そうですね、まあ全体的に見ると、相場自体は、ほとんど動きはなく、なってるんですけど、まあ、あの年式走行距離のところですね、あの部分的によってはそう、あの先月よりも低くなってるとこもあれば逆に高くなってるとこもあるっていうところも実際ありますけれども、全体的に見るとまあ相場は動きはね、あの横ばいかなっていうところでありますね。はい。他の、まあ、G350D、うん、まあ、ブルーテック以外の、はい、結構まあ幅が多いっていうことですね。はい、そうですね、まあ、年式走行距離、うん、色とかで、まあ、あとコンディションとかで、うん、にもよってかなり変わってくるので、はい、まあ、そういったあの 350D ブルーテック以外のお客様です、ね、はい、ぜひあの、まあ、概要欄の方に査定フォームもありますので、はいはいはい、そちらからまた個別にご対応させていただきますので、はいはい、ご連絡お待ちしております。お待ちしております。はい、ということで今日はですね、2022年11月の、W463 前型 G クラスの最新の買取相場情報ということでお送りさせていただきました。はい、今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。お疲れ様でした。ちょっとアフタートークを撮っていこうかなと思います。うん、はい、ちなみに、うん、はい、疲れた。この動画はですね、はい、今日4本目ということで、はい、4本、時間にして、2時間ですね。はい、みっちり相場について相場情報動画をね、今買い取り相場と販売相場、はい、みっちり撮らせていただきます。2×2 ですね。はい、お疲れ様でした。はい。ではまた来週。あ、特に、
特に以上以上です。なんか話すことあります？うん、なんか話します？いやもういい加減ね時間も9時を回るとこなのでね、ちょっとお腹空きましたね。ご飯食べましょうよ。そうです、だいぶそうです ね。ちなみにこれは今北海道のちょっとホテルの一室で撮影してましたので、はい、あのりょうじっちゃんがね、あの買い取りの旅動画でおそらく何かしら食べてたり、はいはい、もしかしたら買い取りのが多分買い取りの旅動画の方が後だと思うので、うん、はい、あ、これのことかと思ってもらえれば、はい、いいかなと思います。はい、じゃあ行きますか。そうですね、はい、ちょっとご飯食べましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。